今人気のファイナルファンタジーはどれか、 FF シリーズ人気ランキングを紹介していきます。映像にはネタバレがありますのでご了承ください。紹介文の読み上げは合成音声を利用してます。それでは早速15位から見ていきましょう。世界征服を企てるパラメキア帝国軍と反乱軍との戦争に巻き込まれ、戦災孤児となった4人の若者たち。衝撃的なオープニングから重厚な物語は始まる。レベル制を廃し、戦闘スタイルによってキャラクターが成長していく熟練度システム、会話の中でキーワードを覚え物語に書き落とくワードメモリーシステムなど、意欲的に進化を続けるシリーズの方向性を示した作品です。土、火、水、風、4つのクリスタルは輝きを失い、世界は暗黒に包まれた。そのクリスタルに光を取り戻すべく、プレイヤーは光の戦士となり探求の旅へと出発する。キャラクターのジョブ選択やクラスチェンジ、広大な世界を移動する際に用いる飛空艇をはじめとする様々な乗り物など、その後のシリーズの定番となった要素がいくつも生み出された、まさにファイナルファンタジーの原点といえる作品です。闇が全てを覆い尽くし、光が失われゆく世界でクリスタルに選ばれた4人の冒険が始まる。戦士、モンク、白魔導士、黒魔導士、竜騎士、幻術師、様々なジョブを自由に変えて戦うジョブチェンジシステムや、召喚獣を呼び出す召喚魔法など、その後の多くのシリーズにも引き継がれた象徴的なシステムが登場。暗黒騎士セシルをはじめ、竜騎士カインや白魔導士ローザ、召喚士リディアなどジョブごとの能力を持った多くの仲間たちが登場。ドラマチックなストーリーと多彩なバトルを展開します。今作からバトル中も時間が流れるアクティブタイムバトルが登場。緊張感と戦略性を高めたこの ATB は FF シリーズの代名詞となりました。風間、変わった？世界に調和をもたらすクリスタルに異変が迫る。それを誰より早く察知したタイクーン国の王は、風のクリスタルに向かったまま消息を絶った。直後に乗った旅人バッツは、運命に導かれるように仲間たちと出会う。おなじみのジョブチェンジシステムがさらに進化、より多彩になったジョブと様々なアビリティを自由に組み合わせることができるアビリティシステムが登場。より自由なキャラクターの育成と戦略的なバトルが楽しめる。より受け継がれる魔女の力が存在する世界。軍事大国ガルバディアが魔女イデアと手を組み平和を脅かそうとしていた。特殊部隊シードの一員であるスコールは、仲間やレジスタンスであるリノーとともに魔女イデアとの戦いの渦へと巻き込まれていく。戦火に家族を奪われた少年バンは、帝国に占領された町でたくましく生きながらも空賊となって大空を駆ける自由に憧れていた。王家で唯一生き残った王女アーシュが密かに解放軍を率いて祖国の再興を目指し、帝国への復讐こそが義務だと誓っていた。戦乱の時代に出会った彼らの願いと希望が人々の運命を結び、そして国々の命運をも変えていく。12種類のジョブの中から2種類のジョブを組み合わせてキャラクターを自由に育成するソフィアックジョブシステムを搭載。プレイヤーの組み合わせ次第で性能や戦略に差が出る育成を楽しめます。この物語の主人公さ。旅芸人一座タンタラスダンは、アレクサンドリア王国の王女ガーネットの誘拐を企てる。偶然にもガーネットは自ら国を出ようとしており、結果タンタラスダンの団員次団はガーネットや彼女の護衛の騎士スタイナーと共に行動するようになる。黒魔導士の少年ビビや駆族のクイナラを加えた一行は、旅の中で自らの出生の秘密や命の根源たるクリスタルの存在を知る。そしてこの星を狙う敵との戦いに関わることになるのだった。
星の生命エネルギー魔鋼を独占する企業シンダカンパニーは世界の覇権を握っていた。大都市ミッドガルではシンダに対抗する反体制組織アバランチによる反抗活動が激化していく。シンダカンパニーの元ソルジャークラウドは傭兵としてアバランチに手を貸していた。それが自分の失われた過去と向き合い、さらには星の未来をかけた戦いへと巻き込まれていくと知らずに、その中で美しい緑色の瞳と独特の雰囲気を持つ花売りの女性エアリスと出会い、この一つの出会いをきっかけにあまたの人々が住む星の未来をかけた壮大な戦いが動き出す。独自のシステムとして攻撃や被ダメージなどで溜まるリミットゲージを消費して発動する必殺技リミットブレイクと、装備品にはめることで魔法や特殊なコマンドなどを使えるようになるマテリアの2つが搭載されており、ド派手な戦闘やキャラをカスタマイズする楽しみを体験できる。クリスタルが導く世界で生きる人間たちの物語を描くファイナルファンタジー。天空に浮かぶ理想郷コクーンと未開の地パルスを巡る運命の物語。思いが交錯する13日間が終わるとき、彼らの戦いが始まる。パルスのパルシとルシは敵だから、コクーンから追い出す。パルスの近くに住んでいた人も一緒にパルスに放り出す。パージってそういうことでしょ。何が何だか何聞くんじゃねえ、てめえで考えろ。魔対戦、すべてを焼き尽くす。その戦いが終わった時、世界から魔法が消え去った。千年後、人々は機械の力で世界を復興させるが、そこに生まれながらに魔導の力を持った一人の少女が現れる。アビリティや魔法、召喚などを習得する魔石システムにより、プレイヤーの好みに合わせたキャラクターの育成が可能。メインキャラクターすべてが主人公。様々な目的を持って生きる彼らの運命が交差し、織りなす群像劇。また、ピクセルリマスター版では、劇中のオペラシーンを新たな演出で表現し、歌唱を加えた楽曲を新規収録。より臨場感の増した劇中劇をお楽しみいただけます。
最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。真と呼ばれる魔物により破壊と再生を繰り返す世界スピラ。ひょんなことからこの異世界に迷い込んだティーダは真を倒せるという究極召喚を求めて旅をする少女ユーナと知り合う。彼女のガードとして旅に同行することになったティーダだが、その旅の背景には過酷な運命が隠されていた。やがて旅の本当の意味を知ったティーダはその運命に抗おうとする。レベルの概念がなくなり、スフィア版と呼ばれる成長システムを導入しているのが最大の特徴。戦闘で得られるポイントを消費しながらスフィア版をスボロクのように進めていき、止まったマスの効果、ステータス上昇やアビリティ習得を得ることでキャラクターたちは強くなっていく。またシリーズではおなじみだった ATB アクティブタイムバトルが廃止され、先の行動によって次の行動順が変化する CTB カウントタイムバトルが採用された。あのね、うわ、何？思い出話はもうおしまい。神武の時代は遠き過去となり、人の手が世界を滑んとするニフルハイム帝国が台頭。圧倒的な軍事力を要する帝国の侵攻は世界の大部分に及び、魔法大国であるルシュも敗北間近まで追い詰められていた。しかし帝国から停戦の提案が突然舞い込み、和平の証として次期国王のクティスとカンナギルナ・ブレーナの婚姻が結ばれる。隣国で執り行われる結婚式の準備のため、ノクティスは親友たちと共に祖国を立つのだった。仲間と共に車に乗り込み、大迫力のオープンワールドを駆ける人生の旅に出よう。息を呑む風景との出会いや桁外れのモンスターとの戦いが待っている。想像を絶する滝の下から愛する祖国を取り戻そう。アクション満載のバトルシステムで祖先から受け継いだ力を使い、スリリングな戦闘シーンで自在にワープ。仲間と一緒に武器や魔法、チームベースの攻撃スキルを身につけよう。やっぱつれえわ。バナディールの北方の地に突如現れた闇の王。闇の王は闇の血族であるデーモン族を従え、獣人たちの軍団獣人血盟軍を組織すると人間族を殲滅せんとばかりに一斉に襲いかかってきた。今日疲れ個別に蹂躙されるかに見えた人間族だが、ジュノ大公の提唱によりアルタナ連合軍を結成すると反撃の機運が生じた。まさにその時、バナディールの北西に位置する小国タブナジア公国が獣人血盟軍に急襲を受けたという一報が入る。そんな時代に人々の希望となる者たちが現れる。己の信念に従って国家や身分にとらわれず行動する勇気ある者たち、冒険者。各国はこぞって彼らに事件や問題の解決を依頼するようになり、冒険者たちが世界を動かす要となっていく。彼らは立場を超えて互いに助け合い、それぞれの絆を育て共に世界をかけた。そして今また一人新たな冒険者がバナディーラの大地に自身の足跡を刻み始める。いつでも仲間を呼び出せるフェーズシステムによりストーリーをソロでクリアが可能になっている。ジュラートの幻影、プロマシアの呪縛、アトルガンの秘宝、アルタナの神兵、石の見る夢、戦慄、モグ祭りの夜、シャントット帝国の陰謀、アドリンの魔境、そしてバナディールの保身歌。20年を経て、さらに追加のストーリー展開もされています。
壮大なエオルゼアという世界を舞台に、ネットワークを通じて世界中のプレイヤーと共に冒険できるオンラインゲームです。冒険は戦いだけでなく、アイテムの制作やチョコボの育成など様々あり、その遊び方は冒険者であるあなた次第。おなじみの召喚獣やモーグル、飛空艇、そして仲間たちが待つ新たな FF の世界に旅立ちましょう。ランキングは以上です。ポイントをまとめるとこのようになります。このポイントの元となっているデータに関して説明します。2022年4月30日の Steam の同時接続数をポイント化しています。 FF11 に関しては Steam で展開されていないため、1つのサーバー、アスラサーバーでのサーチ数をポイントにしています。この段階で Steam で未発売のファイナルファンタジー7リメイクは対象外です。通常の FF7 もあるのですが、日本では未発売のため海外のみの数字になっています。 FF13 に関しては FF13 の2とライトニングリターンズの合算です。これは FF10 が FF102 とセットで発売されていることから、 FF13 も合算で対応しています。合算でない数字はご覧の通りです。 FF14 と FF11 は継続性のあるゲームのためポイントが多くなります。日本のみではなく海外のプレイヤーの数が加わっているため、他の日本での人気ランキングとは異なった結果になっているかと思います。多くのタイトルでゲーム実況やプレイ動画を当チャンネルでも公開していますので、どういったゲームか興味がある方は他の動画もご覧ください。評価やコメント等で感想をお寄せください。チャンネル登録もしていただけたら幸いです。ではでは。